あの議員さん動かすには結局票を集めるかお金を持っていくかのどちらかになるんですよ。そのこれだけ困っている人がいっぱいいます例えばじゃあそのなんか署名で1,000人の署名を集めますってなるとじゃあ今度の選挙の時に。 これをその中議題にして議会に持ってきますって言ったらこの1,000人が俺に投票してくれるかも私に投票してくれるのもかもっていうのでその期待をしてじゃあその,あの提案乗りますよみたいな政治家がいるのでなんで数でいくかもしくはもう単純に献金してあのこれ通してくれたらさらに500万出すので今500万持ってきましたみたいなのでいくので金か票のどっちかです。あの残念ながら正義とかで物事が進むのであればもう進んでます。 <laughs> 要はそのどちらが例えばあの夫婦別姓問題とかもそうなんですけどそのなんか夫婦別姓の方がいいよねという派閥と夫婦別姓なんてよくないよねと思ってる派閥がいますと。でどちらもどちらの正義があって言ってるんだと思うんですよ。そのなんか別にあの えっと、あその同性の夫婦の名前を今から変えてくださいって言ってるわけではありませんなので夫婦同性にしたい人はどうぞ同性のままで良いですよとでも私たちは別姓がいいですっていう人は別姓でいいんじゃねえのっていう側の論理とでもその夫婦別姓というのを進めてしまうとその姓というもの,その西村だったりっていうのをこう引き継ぐっていうそのなんかあの日本が代々続いている戸籍制度自体が壊れてしまうので戸籍制度が壊れてしまうことによってその 家族とか先祖というつながりとかが分からなくなってしまうからそういうなんか古き良き日本の文化がなくなってしまうのではないかみたいに考える人もいるみたいなのでそし,しいとかではないのですよなので,なのでそのどっちが正しいかで決まらない場合はもうあのこれぐらいそのなんか票が取れますよか金かっていう2択になるのでなので基本的にはお金がないとかそ,のそれを支持してくれる人数がいないというのはなかなか通らないんじゃないかなと思います。 まあただその旦那の性は残るけど奥さんの性が残らないっていうのでなんか結局そのあのおどっちかの性にするというシステムをしていく限りあの,性の多様性はどんどんん失われてしまうんですよねただそのすごく珍しい苗字の例えばじゃあ白鳥が珍しい苗字だとしてで白鳥さんが女の子しか生まれませんでした。 でその場合、その白鳥さんが佐藤さんという男性と結婚したらもうその日本から白鳥という名字はなくなってしまうんですよ。 なのでそのいろいろな名前がある多様性があった方がいいよねっていうのであればその,その妻の名前のほぼ残るとかどっちかも残るって形じしないとまあ例えばじゃあ佐藤と白鳥だったら白鳥取ればいいじゃんみたいな話だとしてじゃあ例えばその甲羅方っていう名前とその白鳥っていう名前の人が結婚しましたってなるとどっちも珍しい名前なんだけどどっちか潰さなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なので両方残した方がいいんじゃねっていうのであれば夫婦別姓の方がいいんじゃねってなるんですけど。 で韓国とかキムさんが確か20%ぐらいなのか25%がキムさんとかなのでそのもうそのまあ性が統一しすぎちゃうと結局そこら中キムさんだらけになっちゃうんですよね。なのでなんか僕はそのなんかいろんな名字があった方があの性じゃなくて名字か いやその高梨さんみたいななんか面白い苗字とかがあった方がなんか日本って面白いよねっていうところがあるのでなのでなんかこう苗字がどんどんこう減ってしまう構造にするのはどうなのかなという僕は僕はしてますけどとはいえ僕西村なんで超どうでもいいっていう。